次は妹が結婚すんだで、それまでに返してくれんのかな。お前不謹慎だぞ。連中がまた攻めてきたらどうする。真面目に見張れよ。なに気負ってやがんで。おめんちだっておめがいなきゃ畑の植え付けが間に合わねえだろ。父ちゃんも母ちゃんも困ってんぞ。そんな個人的な事情より反乱軍を打ち国を守る方が大事だ。バカがおめえ、自分の家を犠牲にして国もやってくれもあるか。アルシュタート陛下が生きてた頃は良かったよな。そうだよな、無理やり兵隊にされることはなかったもんな。お前ら、いいかい。おい、なんだ、ありゃ。突っ込んでくるぞ。まさかぶつけるつもりか。親父、もういいだろ。なんだ、まだまだ。ユミネ、モンショウヘ、急げ沈めろ。ダメだ、早すぎる、間に合わん。おやじ、こんなとこだ。やった。バッカ野郎、やりやさせやがって。来るぞ。あぶら積み上がったんだ。すげえ。おはー、景気よく燃えてんじゃねえか。先生のからくりお見事です。樽が計算通りに飛んでいきました。そんなの当たり前だよ、ソレンセン君。あの程度のからくりで感心してちゃいけないよ、君。仮にもこの私の弟子なんだからね。はい、先生。
あそこにいたら俺たちも流されてたんだな。おい、王子はもしかしたら俺たちを逃がすために火船を突っ込ませたんじゃないのか。よし、うまくいった。これだけ水の勢いが弱まれば大丈夫でしょう。こりゃ水じゃ。水よ、本当だわ。水よ、水だわ。水だわ。ほら見て、これ水だ。水が戻ってきた。本当に水だ。あの少年、甘やかされた坊やかと思ったが、やるもんだな。セラスコはこれを隠すために作られたのか。行ってみようぜ。当然だ。先生方が悔しがっていますよ。まさかあんなところに遺跡があるとは思わなかったようです。私も同感ではありますが、ルクレティアは2年前にはもう知っておったのだろうな。主君たる私にも報告しなかったのは、すでに私を敵と見定めておったゆえか。なんとか調べさせたいところですが、あそこを拠点にされてしまっては難しいですね。反乱を平定した後じっくりと調べればよい。これ以上後手に回ることがなければの話だが。それについては私も少し反省していますよ。前に父さんにも言われましたが、私が王子を育ててしまったようなものですからね。
楽しんでおるように見えるぞ。そうですか。目的を見失ってはならぬ。ファレナに千年の繁栄を約束するのは並ぶものなき力、そして揺らぐことなき盤石の秩序だ。我らはその礎を築くために立ったのだぞ。もちろんです。